はいどうもこんにちは、ジェット大輔です。 EOS1DX Mark II 連写が速いということはね、書き込みも速くないといけないわけですね。そのためにね、どういうカードを使ってるかっていうと、2個入っています。こちらが普通のコンパクトフラッシュですね。でそれからもう一個、コンパクトフラッシュの上位規格になるのかな、 C-FIRST というものですね。このカード 128GB で1枚6万円近くするわけですけどもね、リーダーがね、 USB のカードリーダーがまだあんまり出回ってないんですよ。だから買った当初はね、これ挿したまんまカメラを直接パソコンに USB 接続してデータを吸い取ってましたけどもね、まあめんどくさいんでね、こんな大きなものをね、机の脇に置いとくとね、やっぱり邪魔になるんで、カードリーダー買いました。じゃじゃん。サンディスクのカードを使ってますが、リーダーもサンディスクのものを買いました。まあ他にあるかもしれないけどもね、とりあえずこれだけが目についたんでね、これを Amazon で購入してみたんですけどもね、こちらがそのサンディスクの C-FIRST のカードリーダーなんですけどもね、ここにカードをカチャッと差し込む形になるんですけどもね、これね、 C-FIRST ってね、ちょっと形が違うんですよね。こちらの金色のものが従来の CF カードですね。コンパクトフラッシュ。形状は非常に似てるんですけども、ちょっと切り欠きの形が変わってまして、ここ出っ張ってますよね。凸になってますよね。コンパクトフラッシュの方は、凹んでるんです。微妙に形状が違うんでね、させないんですよ、お互い。コンパクトフラッシュのリーダーには、挿入できません。逆に C-FIRST のリーダーにはコンパクトフラッシュは入りません。ということで、どうしてもね、 C-FIRST 専用のリーダーが必要になってくるわけですけどもね、 C-FIRST のスロットしかない。コンパクトフラッシュはさせない。しかも SD カードとかもね、させない。こちら以前ね、バッファローさんからもらって使ってたものですけども、 SD カードとかね、マイクロ SD カードとかのスロットがありますね。こちら IO データさんと以前ね、タイアップで使ってみたものですけども、これもコンパクトフラッシュ、 SD カード、マイクロ SD と、せっかく持ち歩くんだったらね、いろいろ使えるものをね、持ち歩きたいなと思うんですけどもね。しかもね、このサンディスクのやつね、角の面取りすらしてないね、角張ってる。ここ当たるとね、すごい痛いんですよ。それぐらいね、突貫で作った箱じゃないかなっていう、プラ板これ四角に組み合わせたような、足ゴムすらついてないわけですよ。本当にね、突貫で作った感があるなと。まあスピードは十分出てるしね、必要十分ではあるんですけども、まだ C-FIRST のカードリーダーね、買うの時期尚早かな。コンパクトフラッシュも使えますから、コンパクトフラッシュに同じデータを書き込むようにしとけばね、全然これまで通りコンパクトフラッシュのリーダーで読み込めますよね。これ C-FIRST のためだけに買うのって、やっぱちょっとね、割高感あるなという感想でした。まあこれから買う人のためにね、ちょっと参考までにお伝えしました。はい。